食の旅へようこそ。さて本日の旅はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちら、テオックのオールブランフレークとその派生種のイキイキショコラを食べたいと思います。どちらもブランって言うとローソンのパンでおなじみですけど、これもその仲間なのかな。いや仲間っていうのは同じメーカーさんじゃないから違う。ただ美味しそうでますね。ではまずこちらのオールブランの方当てて食べてみたいと思います。中はこんな風になってますね。ただ、まあ、最初はそのままいきますけど、後でこちらに用意してあるヨーグルトに入れますね。これどちらもこれだけだと少ないので2つ一気にいきます。はい、これはこちらこんな感じになってます。それではチャンネル登録よろしくお願いします。一方でオールブランの中身はこんな感じですね。これも最初はそのままでいきたいと思います。ではちょっと控えめです。いただきます。こうやって食べるとブランもまた違った美味しさ、香ばしさがありますね。パンとはやっぱり違うけど、これも美味しいです。ブランフレークの方はなんかザクザク食感なので程よい甘さなんですが、甘さはほとんど感じなかったですね。なのでフルーツやヨーグルトだけなく主食に合わせてもいいかもしれません。まあそういってもサラダとかに入れるっていう形ですよね。で、このオールブランの方もほんのりチョコレートの味はするんです。いや違ったな、このオールブランの方は甘すぎず甘すぎず結構甘さを感じましたね。まあ、元が甘くないからそんな風に強く感じるのかもしれません。あと形状も通常のフレークとはまた違うので食感の変化もあってよかったですね。でこちらはザクザクの食感楽しめる大粒で噛み応えのあるフレークになっています。なので食感や味の好みで食べ分けるのがいいと思うんですね。なので今回はどちらがより美味しいというのはなかったので、どちらもこちらの点数とさせていただきます。そう、ツバメまで穴があるのよ入りたい何か恥ずかしいことがあったのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演武終演、お楽しみいただけましたか。もしそうですね、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。